日本高電工業株式会社は医療機器を開発、製造、販売する当初一部上場企業である。1951年創立。本社所在地は東京都新宿区で日本国内外で36社によるグループ経営を行っている。医療機器を幅広く開発、販売するメーカー。もともとは農波系の開発、販売からスタートしたため、 日本でのシェアは90.9%と高い。近電図検査装置、ポリグラフ、除細動器においても、国内は元より世界でも高いシェアを持つ。また、集中治療室、手術室、一般病棟等で利用されている生体情報モニターは、初めて開発、商品化した機種でもあり、国内トップのシェアを持つ。当初の主製品は、脳波系であったが、 1980年頃を境に、して、生態情報をモニタに、主役の座を譲った。駅ホームに設置されたの AED また、自動体外式所再動機の販売も手掛けており、主力製品の一つである。2007年の東京マラソン2007では、同社の AED を36台提供。実際に、同社の AED により2名の心停止者が救われた。 翌年、2008年の東京マラソン2008では、公式スポンサーにもなった。2009年の東京マラソン2009でも、公式スポンサーとなり、タレントの松村邦博が、心肺停止に陥った際に使用された AED も、同社のものであった。以降、毎年東京マラソンの公式スポンサーになを連ねており、2019年の東京マラソン2019でも、 AED を提供したものの、幸い利用されることはなかった。なお、現在の医療で欠かすことのできない、パルスオキシメーターは、同社の青柳拓を博士、岸シ・ミによって1974年に、原理発明され、アメリカの企業で開発されたものである。2003年度の優れた会社ランキングにも選ばれている。2021年1月6日に、同社社員3人が、 増収は異容疑で逮捕されている。ありがとうございます。